体に。全媒体動かすんですか？いや、わからない。今、ズームで参加されてらっしゃる方。この、なんか、数日いろんなことがたくさんありすぎて、もう、何やってるかわからなくなっちゃって、そう。ね、今日ね、まあ、僕がプロデュースさせていただいているグループの、ね、初披露があって、日本テレビさんで、そうそう、ミュージックデーであったんで、はい、その音源をね、うん、音源というか、そのバックの音を仕上げるのを朝までやってたんで、まだ日本に帰ってきたら、本当に3日ぐらい寝てない。そう。とか、で、お酒飲んでるんで、ちょっと酔っ払ってるんだけど、なんか皆さん、YOSHIKI さんのお部屋に遊びに来たような感じになってるんじゃないですか。ここはね、ちなみに楽屋、ここ楽屋です。インスタグラムやるとちょっとここに置いとけばいいのかな、うん、こうやってやると横になっちゃう。あ、横な、あれインスタグラム横でも大丈夫なの。横にするとおそらくこう横向きに横になっちゃうの見る感じになるかもしれない。とりあえず、はい。ハロー、皆さんに乾杯でもしていただいて。I'm alive. Is it bad idea to do bad idea? That's fine? That's fine, okay. ヨシキさん、このままヨシキチャンネルは続けていても大丈夫ですか？大丈夫よ。これさ、なんか、so, if you can, you can find some kind of stand、okay. to play, play, you know, I mean, it can be anything. It can be to hold it, so, you know.、So.なんか縦になった方がいいみたいなね、インスタグラムね、こうやってやると、あ、だ今ギリギリなんか、あ、ファンの皆さん、はい、コミュニティに入ってらっしゃる皆さん、うん、何か喋りたいときは手を挙げていただいて、どうぞどうぞ、どんどん喋って、これもうちょっとこうなる、あ、うん、あ、 If you want to say something, you can raise your hand. We can maybe connect it. さあ、でもインスタグラムライブとかやるの僕多分あれ以来だな、なんかコロナ以来だ、久々ですか、久々、うん、あ、手上がってるよ、お、手上がってますね、じゃあ、うん、あ、歌舞伎ロックスターズさん行きましょうか。歌舞伎ロックスターズさん、あれさ、本当本当本当よかった、はいはい、はい、はじめまして、YOSHIKI さん。はい、はじめまして。もうずっと昔から追いかけてるんですけど。はい。ついに自分の店の名前もザ・ラストロックスターズに似せちゃいました。店の名前何屋さんをやられてるんですか？フードトラックなんですけど。はい。はい、もう、X とかザ・ラストロックスターズのライブとかで、うん、そうやって販売できることを夢見てます。あ、本当に？はい、フードトラックっていうのは、じゃあ、動くんだ。ああ、もちろんです。そうだ、そうだね。もちろんです。僕、和歌山出身なんですけど。はい、はい、はい。和歌山から、そちらへ、こう、東京へ行ったりとかするようにして。そうなの？じゃあ、だって、はい、車とかだと、どのくらいかかるの？和歌山からだと。すごいじゃん。8時間とかですかね。8時間？はい。あ、そうなんだ。運転して行かれるんですか？和歌山来たことありますか？和歌山来たことあるかな、はい、あるかな、あると思うような、はいはい、僕ハイドさんの、ね、あ、そうだよね、はいはい、ね、やってますよね、いろいろとね、その大使みたいなのやられてるみたいな、あ、そうですそうです、うんうん、ね、その故郷愛も素晴らしいですね、それね、うん、そうですね、ぜひ来たことなければ和歌山とか来ていただいてね、行かないとね、ハイドさんのライブにこう飛び入り参加とか。あ、本当？和歌山のライブやられてるんで、はいはい、YOSHIKI と、はい、ピアノでこう参加していただけるねえ、ぜひね、和歌山からもご参加いただいている、はい、じゃあ歌舞伎ロックスターさん、ありがとうございます、はい、はい、あ、はい、なんか来た、まだまだ手が当たれば、あ、はい、はい、じゃあ安幸さん行きましょうか、あ、なんか消えちゃった、まだまだインスタグラムのこれはまだライブやってんの、ヨシキさん、はい、大きく手を振ってくださってたので、ハロー、はじめまして、ヨシキさん、はじめまして、もう昔から大ファンでございます、ありがとうございます、8月も東を行きます、あ、本当？ヨシキさんとツーショットを撮るのが夢だったんです、あ、そっか、あ、はい、
今回、はい、ありがたいことにあの VIP というところで撮らせていただく予定なのでぜひ、本当に夢かなって今にも泣きそうなんですけどそうか、でも8月すぐだよね。あと、はい、来月ですね、ちょうど。あ、もうディナーショーまで1ヶ月ないんだ。そうなんです。もう今からドキドキワクワクしてます。この画像は昨年かな、昨年ディナーショーでちょっと近くで YOSHIKI さん実際弾かれてたピアノを近くで撮らせていただきました。あ、そうなんだ。あ、そのクリスタルピアノね。はい、なるほどね。会社の同僚とかもあの私イコールもう X ヨシキさんみたいなところで言ってされてて、あの会社のメンバーみんなに聞いてね聞いてねって言って感謝してます。よく伝えてます。これからも、はい、7月にこうやってオンラインで実際に喋って、来月はリップ席で一緒に写真を撮って、もうとんでもない夏ですね。はい、引き続きこの後も、ミーティングご参加ください。ありがとうございます。ありがとうね。でその海外からってそうか、時間差何、まあ、中国は1時間ぐらい時間。So what's your name? Jojo? So, what's the time difference between Japan and China? Just 1 hour? Something like that? No, Katie. Oh, yeah. Just 1 hour. Oh, well, just 1 hour? Just 1 hour. Yeah, yeah, so between New York and Japan is like what? 12 hours? No, 11 hours? 13 hours. 13 hours, I see. 時差がすごいよね。So I was just in Los Angeles like a few days ago, so I was three, four days ago.Something like that. So still like always jet lag. 僕いつも時差ボケで、なんか一グラムぐらいもやったこと忘れてる。なかなか変わっちゃった。さあ、ちょっと他の皆さんの声も聞きたいなと思うんですけれども、実はですね、参加者の皆さんからちょっと質問なんかもいただいていまして、はい、私からちょっと先生をございますが、ピックアップをしてご紹介したいと思います。はい、ロミさん。あ、ロミさん。あ、いらっしゃいました。ロミさん。ああ、それでロミって読むんだ。間違ってます。合ってますか？すごいね、ロミさんで。ロミさん。はい。ロミさんはね、中1？はい、そうです。中1なの？ヨシケさんは子供の頃ピアノ何時間ぐらい練習していましたか、という質問をいただいています。ロミさんからです。僕は結構練習してましたね。まあ、知ってる時期としてない時期があったんですけど。まあ、する時は6時間とか。何、ロミさんと一緒にいるのは何、お父さん？そうです。お父さんはい、どうもどうもこんばんは。こんばんはディナーショー行きます。あ、来られるんですか。ありがとうございます。8月の25日。25日ね、ありがとうそうかね、え、暑くない日本、あの来たばっかりなんだけど。暑いですね。え、なんか皆さん熱中症に気をつけて。僕ちょうど一昨日静岡になんですけど、まあその静岡でね、あれ、すごく暑くて、みんな大丈夫かなと思うぐらい暑かった。え、何、のみさんはピアノやってんの？やってます。ね、何、どのくらいに練習してんの？またこれ以上飲んでる、本当に詳しくて大丈夫かな。30分ぐらいです。はい、僕最初の1時間はだいたいハノをやる。ハノで、で、あの指鳴らし1時間やって、そこから曲に入るんで2時間ぐらいはやった方がいいかも。でもめっちゃ頑張ります。頑張って、ありがいる。ロミさんのモチベーションがぐっと上がりました。頑張ってくださいね、ピアノの練習。さあ、続いてですが、次参りますね。キラリさん。キ
キラリさん。あ、ヨシキティ持ってるのがキラリさんかな。はい、そうです。こんばんは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 。かわいい。ああ、キラリさんからの質問も事前にいただいています。ヨシキさんが出されているワイン、シャンパンの中でヨシキさんはどれが一番好きですか。それはさ、やっぱり全部自信持ってるから、そう、あらゆるでも、はい、そうです。あの、うん、どのシャンパンもワインも、まあね、その、いろんな種類が出てるんで、うん、なんか、僕は結構ね、ワインの場合は、ピノノワールから飲むのが好きで、ピノノワールから食べるのに行くパターンですけど、だからまあ、フランスだと、なんか、ね、ブルゴーニュから行って、ボルドーに飲む感じが多いですね。うん、ありがとうございます。私も選べません。全部美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか酔っ払ってきちゃったな。なんかあれみたい。なんか、まあ、ズームコール、ズームコールみたい。あ、ズームコールだ、これ。すみません。はい。次は、リカさんです。お、リカさんいらっしゃいました。リカさん、こんばんは。はい。あ、こんばんは。こんばんは。リカさんからの質問なんですけれども、コンサート前、まあこれから、ディナーショーもあるかと思いますが、モチベーションを上げるために行っていること何かありますか？モチベーションね、そうですね。やはり、なんか、なんかファンの皆さんのなんかなんて言うんですか、なんか本当に些細な一言がすごくモチベーションになるというかね、やっぱりなんかちょっと孤独の作業が多いでしょ、なんかレコーディングスタジオに行くのだからだと、これ何角度決められない。So you can change the angle. Oh wow, that's great, great. Okay, I can. Let me figure it out. こういうことか。そうですね。なんか結構孤独感に襲われることがあって、その前かなえなみずがロンリネスね。ね。結構一人の作業が多いんで、モチベーションはまあ誰かが。この楽曲をどっかで聴いてその人の人生に影響するんだなみたいな、なんかいいねことを考えるとモチベーションになるし、ね、まあいかがでしょうか。ありがとうございます。お忙しい中本当にこんな貴重な機会をいただいてすごい泣きそうです。ありがとうございました。いや僕はただあのワインを飲んで皆さんと楽しんでるだけなんで。ヨシキさん、リラックスタイム味わっていただいてますか。すごいね、ヨシチャンネルもね。ヨシチャンネルもインスタライブもやってるんだよ。これまだやってる？つながってんのかな？インスタライブもつながってる。ヨシキチャンネルの方はこのまま続けていても大丈夫ですか？いいんじゃない？もういっちゃいますか。なんか当初5分10分ぐらいで締めてっていう感じだったんですけど、ヨシキさんさえ良ければこのまま皆さんにご覧いただいて、僕はさ、ファンの皆さんにも感謝の気持ちしかないので、はい、もう、はい、いろいろやらせていただいていますが、皆さんに何とか生かされている。今回はもう限られた皆さんということで、どんどん質問も事前にいただいているので、ご紹介できる限りしていきたいなと思います。本当にね、本当に忙しすぎて、本当になんか、このこと言っちゃいけないんだろうけど、生きてんのが嫌になるぐらいなんか忙しかった。なんかね、もう明日も目覚めた瞬間から、もうそのまあほとんど寝てないんだけど、寝る瞬間までなんかもうずっともうなんかまあ責任感こう見えてもあるんで、一つで働いたことを思いっきりもう全力でやってるんで、なんか。生きてるの辛いなとかって思い始めちゃってる時期が結構あって、でその延長上がなんかねちょっと病院とかに入院とかになっちゃったんだけど、そうそう、でもなんか励まされてみんなになんとか頑張ってるよ2、3日、この2、3日も辛かったよ。あー辛かった。
このコミュニティも、ちょうどね、今朝方もちょっと、ああ、もう辛い、もうなんか、このままいなくなりたいぐらい思っちゃった、今朝方も。はい、でも頑張った。はい。頑張らないとね。うん。なかなかあのね、ズーム越しに、ヨシキさんにこう、見えるようにパワーを送るの難しいですけれども、あの、もう全力でみんなでパワーを送りながら、このズームミーティングもお届けしていきたいなと。パワーもらってる。うん。思います。続いてです。これインスタグラムライブもやってるのよね、すごいよね。本当に何人の方がこれ見てくれてる。ハロー、ハロー、ヨシキチャンネル、ハロー。今ヨシキチャンネル何人ぐらいいらっしゃるの、見てる方。でもさ、そうだよね、今日ニコ生はできなかったんだね。そうなんですね、はい、かわいそうにね、なんかサイバー攻撃にあってるね。いろいろと あのありましてですね、うん、見れなかったので見ていただけなかったので、うん、あのまあ見れる段階になりましたらですね、ニコニコサービス復旧次第アーカイブとして今回の放送も視聴可能になる予定ですので、うん、皆さん今後ともよしきチャンネルよろしくお願いします。皆さんもさ、もうウォーラーズみんないなくなっちゃった、なんでだろう、なんかありがとう、あの、I think I need a glass. Yes. いろいろと気を使われるから。まあまあね、あの僕ね、目が10個ぐらいあって、なんか目が10個ぐらいある。現場に行っても、本当にね、全方向見えるし、あと耳もたくさんある。なんかウサギ耳みたいになってるから、なんかいろんなのが全部聞こえてくるしね、敏感なんです。それでそれだけ動かれてらっしゃったら本当にお疲れになるだろうなと思いますが、このまま質問の方進めていってもよろしいでしょうか。はいはい。みえさん、何回も呼んでるのにいつになって私の番になるんだろう。みえさん、いらっしゃいました。お、いいですね。ドジャーススタジアムでの演奏は大変新鮮で、ヨシキさんがスポーツと共演するのも魅力的だなと思いました。今後共演してみたいスポーツなどありますか。勝手な希望ではフィギュアスケーターの羽生さんとの共演なんていうのもいいんじゃないかなと思いますということで。はじめまして、ヨシキさん。はい。はじめまして、三重と言います。はじめまして。あの、すいません、今月私誕生日なので、すごい誕生プレゼントいただいてすっごい嬉しいです。ありがとうございます。何日 ?29 です。ああ、7月だよね、今ね。あ、はい、7月29です。あ、何座になるんだ。Thank you。獅子座です。獅子座。はい。おめでとう。なのです、うん。ありがとうございます。あ、ヨシキさんに祝っていただいて、皆さんに祝っていただいても、一生の思い出です。ありがとうございます。おめでとう。うん、ありがとうございます。シキプラスのファンミーティング第1回目ということで、そこでお祝いができて、我々も嬉しいですね。結構飲んでるな、今日。素敵な誕生日にされてください。誕生日とかって何するの？誕生日は。なんか考えてる？誕生日にやること。もう、今日で胸いっぱいなので、あと平日なので仕事なんですけれども。でも、休んで、ヨシキチャンネル見ようかなと思います。僕はね、誕生日はなんか自分にプレゼントしようとして、はい、いつもなんか自分で自分のご褒美をなんかあげようと思うんで、いつも、うん、何をあげるんですか。なんかね、ここ数年はなんかその余裕がなくて、その気持ち的になんかね、ちょっと今どのくらいスケジュール入ってるの、結構スケジュールまだ何ヶ月か入ってるんだけど、うん、誕生日ぐらいにちょっと余裕のあるスケジュールにしようかなと思って、何あげよう、なんだろうね、なんか些細なものが僕は。人徳。ヨシキさんが欲しいのは何ですか。僕の欲しいのですか。はい。僕の欲しいのは何だろうな。いやいや、もうあのなんかもうなんていうの、皆さんの、笑顔でいい。笑顔で。もう、はい。僕はもう。はい。はい、うん。いいですね。いいね。みんなの笑顔。うん。結構飲んでるの、俺。うん。本
本当ですね。ね、何も見つかっていらっしゃらないので、ちょっと心配になりますが、どんどん参りたいと思います。はい、はい。次の誕生日にされてください。ありがとうございます。ね、さあ、次で、あやかさんです。あやかさん。あ、あやかさんいらっしゃいました。あやかさんからも、いろいろと、質問を何個かいただいてるんですけれども、はい、先ほどの、言うと、うん、悲しみや怒りなど、負の感情との向き合い方は、よしきさんどうされてますか？ね。ねえ。やっぱり負の感情も、ね。うん。ってあると思うんだよね、それね。うん、悲しみ。もうさ、なるようになるだよね、ここに来たらね。よしきチャンネルは、大体そんな感じで進めていってるかなっていう感じはありますけれども。今日ビレーの動画がね、皆さん見ていただきました？皆さん応援してください。本当にね、作曲大変だったとか、すごい頑張った。うん。その、シンガーの皆さんがすごい素晴らしいんで、うん。頑張りがいもあったんだけど、まあでも、今日流れたバージョンは超ショートバージョンなんで、あの曲はもっとね、バタフライという曲ね、ちなみに。もっとかなり長い。長い。うん、いい曲だと思うんだけど、自画自賛、自画自賛。おそらく今日パフォーマンスされていらっしゃるところの映像というのは初めて皆さん見ていただいた日になると思うので、もう本当に反響いろいろあるんじゃないかなと思いますが、ちょっとお時間の都合上ですね、はい、ちょっと最後の質問にさせていただきたいなと思います。はい。りさこさん。あ、いらっしゃいました、りさこさん。はい、K-POP の世界進出が、台頭していると思いますが、日本の音楽が世界に通用するには何が必要だと思いますか？今度ビレーさんってまさに通用するんじゃないかなと思った。やはり K-POP すごくレベル高いし、なんかすごく学ぶことたくさんあるし、なんかね、僕大好きなんだけど、あ、そういえば僕ね、先週イビョンホンさんとご飯食べたな。ロサンゼルスで、なんか子供さんが来られた。そうですね。今映画撮ってるって言ってたな。そうですね。僕結構 K-POP の仲いい方たちいるんですけど、うん。まあでも日本は日本のアーティストでね。なんか、あ、僕そういえばね、YOASOBIのライブ見に行ったんだ。そういえば、YOASOBIのライブのね、ロサンゼルスのやつ、コーチェラがあって、その後に多分来たと思うんだけど、僕もちょうど、あれ？ちょうど、ドジャースタジアムの、にも、あれ、あの辺ちょっと記憶がないな、忙しくて。はい。で、あのライブもなんかいいライブだったな、すごく良いライブで、うん、見に行って、まあ日本にもなんか素晴らしい音楽たくさんあるし、うん、まあ K-POP は K-POP で素晴らしいし、ちょっとこのタイミングで聞かれてもな、ちょっと今ちょっとほろ酔い状態な。すみません、ちょっと真面目な質問。ちなみに3日間寝てなくてほろ酔い状態で。ズームコールとよしきチャンネルとインスタグラムライブをやってるって、寝てない割には表情に出ないからよくないよね、うん、今日のよしきさんもかっこいいです。ありがとう。なんとか頑張ってるけど。なんか照れるな。ね、ありがとうございます。僕の問題はね、本当にたくさんの皆さんに、よしきチャンネルも見ていただいて、うん、で、今回はよしきプラス初めてのファンミーティングということで、本当はね、もっともっとたくさんの方、うん、ご参加されたい方もいらっしゃったと思いますし、で、また今回参加された皆さんもお話ができなかった方、もう時間の都合上いらっしゃると思うんですけれども、これからもこういった機会をよしきプラスではどんどん設けていこうということで、考えていらっしゃるという話を聞きましたので、ぜひぜひ準備中のよしきプラスを楽しみにしていただきたいなと思います。さあ、よしきさん、今回のよしきプラス初のファンミーティングになりました。いかがでしたか？すごくない？この直球で喋るってね、
デビューしてだって30年ぐらい経つけど、あんまりこういう機会ってすごいね。本当にすごいコミュニティになりそうだなと皆さん感じてらっしゃるんじゃないかなと思いますが、ねえ、なんか実際こういうことしてみたいとか、なんかもうちょっとこうだったらいいなみたいな、吉木さんから何かあったりしますか？まだまだこれからローチされますが、うん、やっぱりそのなんかファンのみんなのためにもちょっと元気でいようと思えてきました。はい、ちょっとなんか今朝方ぐらいまでもうなるようになれみたいな、なんかもうどうにでもなれみたいな、なんかはい思ってたんですけど、はいはい、はい、いやもうぜひ今日ね参加された皆さん、ちょっとなかなか全員で YOSHIKI さんに、ね、パワーを送ると難しいですけど、手を振ってみんなで YOSHIKI さん頑張ってという、ね、気持ちをみんなで送りましょう。かなりのパワーなんだけど、ちょっと体壊さずに YOSHIKI さん頑張ってください。たくさんの方に期待しています。僕に限らずみんなもね、やっぱりね、その、うん、それぞれ皆さん健康に気をつけてね。なんかさ、僕の問題はさ、やっぱりなんかあんまり顔に出ないの、疲れてるっていうのが、顔とかなんか見た目にあんまり出ない方なんで、なんかバタンとか倒れてる時とかっていうのは皆さんね、あ疲れてるのって言われるのあんまり出ないんで、でね、そうは言っても結構ダメージ受けてるから、でみんなもね、自分で疲れてると俺に言っても説得力ないかね、やっぱり健康第一なんでね、うん、それぞれ皆さん頑張って。 So I'm talking about, you know, go to your health, right? it's not convincing coming from me, but 僕は聞くと多分 no, it's not convincing だけど、ね、so try to be healthy, okay? So yeah, that's all I can say、はい、そうですね、まあ、今日はなるべく、ゆっくり休んでいただきたいなと思っておりますけれども、これからミーティング、浅い時間まで皆さんにお付き合いをいただきました。結局最後まで YOSHIKI チャンネルも、YOSHIKI チャンネルやってるんだ。はい、YOSHIKI チャンネルもまだやっておりますので、はい、たくさんの方に見ていただいていると思います。はい、そして、はい、この Zoom でのファンミーティング、はい、これだけ皆さんにご参加いただきました。最後は、エクスポーズで締めたいなと思いますので、皆さんよろしいでしょうか。それでは参りましょう。皆さんご参加ありがとうございます。Thank you very much for participating. ありがとう。ありがとうございます。これインスタもこれで切るの？よしきさんありがとうございました。バイバイ。これからもファンミーティングいろいろと企画をされていくと思いますので、どうぞご期待ください。よしきさんもありがとうございます。See you very soon.ゆっくりお休みになってください。はい、よしきチャンネルご覧の皆さんもありがとうございました。Good night, good morning. ありがとうございます。さあ、それでは、ファンミーティング、ここで終了とさせていただきます。はい、8月のうちに正式サービス開始となります。よしきプラス、ぜひ注目してください。本日は皆さん、よしきチャンネルも、そしてこのファンミーティングもご参加いただいた皆さん、本当にありがとうございました。おやすみなさい。グッモーニングの方もいらっしゃいませ。Good night. Good night. ってことはまだインスタライブだけやってるんだけど、これを、ああ、なんか落ちた。展示会場はもう終わっちゃったんだ。はい、ありがとう。あ、これも撮っていいんだ。もう何も撮っていい。待って、これあれ？あ、下から。はい。インスタライブだけ生きてる。ありがとう。違う、ここから火は引けばいいだけ。じゃあここもやめた方がいいね。そうだね。ごめんなさい。あれなんか引っかかっちゃった。でこれ抜くと裸になっちゃう。すみません。あ、待って。いや、取れないです。こっちよ。じゃあインスタライブも一回。はい。じゃあまたね。シーズン。うん。あ、これ。これ How do I end this? This one? Yes, just go. ん？Which one? This one? うん？これ？